ウィリアム・ジェラルド・ゴールディングは、イギリスの小説家。ジュール・ベルヌの、十五少年漂流記を架空の未来に、移して、少年たちの根源悪が紛失する様子を描いた、小説、ハエの王で知られる。コーンウォール、ニューキーの生まれ。フソ大学の学校教師の家系で、父アレックは、グラマースクールの教師、母ミルドーレットは、婦人参政権運動家であった。 オックスフォード大学、ブレイズノーズカレッジに学ぶ。はじめ父の意向で科学を専攻したが、2年後、英文学研究に転じた。1934年、ジョジョー歌29編を収めた、詩集ポエムズを出版。1935年に大学を卒業、ソールズベリーのビショップ・ワーズワース学校の教師となる。この学校には、 戦争による中断を挟んで1961年まで在職し、英語と哲学を教えた。1940年海軍に志願し、第二次世界大戦に従軍、戦艦、ビスマルクの撃沈やノルマンディ上陸作戦にも参加している。生まれも軍事基地の近くだったため、人間が互いに殺し合うという残酷さや人の心の根底にある悪というものへのこだわりは、 彼の創作の強いモチーフとなる。1962年教職を退き、以降は著作や講演に専念する。1979年にジェームズ・テイト・ブラック記念賞、1983年ノーベル文学賞を受賞した。イギリスの代表的な文学賞であるブッカー賞も1980年に受賞している。1988年に 大英帝国勲章、CBE を受賞。また、ジェームズ・ラブロックによって提唱された仮説、ガイア・理論の名付け親でもある。ありがとうございます。